幼き日々を過ごされた思い出深い山々でございます。そのまま、そのまま死の子も石段を登るあなた様を見かけた者がおりましてな。ご挨拶もせず。何の壇の裏のことなど耳にはいたしておるが、勝ち戦の祝いは申すまい。生きて会えたことのみ祝いましょう。鞍馬にはいつも何かを抱えて戻られるようじゃ。しかもいつも重いものを抱えて。しかしながら何も軽くしたいと思うて参るわけではございませぬ。どう扱えばよいか思案にくれて。御仏の教えの中に、この世には八つの苦しみがあるという。その一つに愚夫徳苦というものがござってな。求めても求めても得られぬものがあるゆえ人は苦しむ。重いものを何とかしようとするゆえ難儀。いっそ捨てられよ。重いものなら打ち捨て。修羅の道が険しければお逃げなさればよいこと。こだわられますな。お迎えかな。皆が案じておりまする。四の五も我一人ならそれも視野のうちとは存じますが、今の私には従う老頭がおりまする。もはやたやすく打ち捨てることはできませぬ。そうか。その世義経様は
頼朝様に起請文をしたためられましてございます。鎌倉殿にはそれがしへぬご不信ありと聞き及び候、心得ぬことに候、九郎義経鎌倉殿に対し二心あるべく用もなく天地神明にかけてお誓い申し候。